ずはそのなんていうのかな、もともとのガイアっていう、うん、意識体っていうのは女性とか男性とかがなくて、ただなんだろう、存在、ただ作られてきたっていう、5次元だか4次元だか3次元だかわからない感じとしてあったわけですよ、うんうんうん、で、それがもうリアルにそういう魂、の救済っていうふうな実験場になったっていうことが決まったときに、リアルにそれは母性じゃないと救済できないっていうわけです。うん、闇を引き受けて、あ、そして光に変換して、あ、ジャッジしないで全てを抱きまえらせて、闇をも抱きまえらせて、包み込めるっていうのは母性の働きだっていうことで、それで地球神は女性になったわけです。いやー、じゃあ、うん、その地球に意識体として性別のない状態であったんだけれども、はい、ここに宇宙からイワナが、はい、がかかることによって、まあ、それがちょっと融合したような形で女性神みたいになってた、はい、そうですそうです。でもやっぱり二元の星なので、プラスそのイワナガは地球のエネルギーを保持する、コアに、まあ、神さんなんですけど、私3つの、なんだろう、フェーズで見たときに、精霊神としてはここは二元の二極を楽しむ星なので、パートナーとして国と子たちみたいな男性神もそこに、招き入れられたわけですよ。もともとは地球神、ね、女神なんですけど、もう一つ、何層にもなんかフェーズがあって、大まかに分けて3つに、ややこしいので3つにすると、そこに国と子たちみたいな男性神も来て、そこから何かそれがやっぱりイザナギイザナミの原型となりまして、地球がどんどんこう運命を増やすよみたいな感じで、初めは体が持たない、ちょっとリアルじゃない感じだったのが、肉体としてどんどん子孫繁栄、国民になっていったっていう原型が、精霊としてのイワナが国と子たちっていうペアではあります。